大里町は福岡県菊群にかつて存在した町。調整施行以前は柳ヶ浦村と称していた。現在の北九州市文字区の一部。文字の歴史も参照大里町の前身である柳ヶ浦村は1887年、二重町村、大里村、竜村、原町村、馬寄村、新町村の5村が合併して成立した。 菊半島の西側で関門海峡に面する。菊郡旧小倉半領に属し、廃藩地県後は、北県、小倉県を経て1876年以降は、福岡県に属していた。なお、柳川浦村の成立と同時に、その北側には、楠原村を合併した、文字村が成立した。合併当初は、柳川浦村という表記であったが、古紙等に、 柳ヶ浦と表記されていたことから、柳ヶ浦村と解消したとされる。1889年、町村制が施行され、自治体としての菊具に柳ヶ浦村が発足した。当時の個数は477個、人口は2696人とされている。1891年、九州鉄道の文字、高瀬間が開通し、柳ヶ浦村には、柳ヶ浦駅が開業した。 これは、現在の文字駅にあたるが、現在の文字駅よりも400メートルほど北にあった。もっとも、1897年発行の陸地測量ブチ系図には、駅名が大里と表記されており、柳ヶ浦駅より大里駅の故障の方が親しまれていたとみられる。日清戦争後、柳ヶ浦は、音賀郡や渡村、広島県坂村と共に、 国の製鉄事業の用地候補となり、誘致活動を行ったが、選ばれず、1897年、8幡に、関営屋は多製鉄所が開業するに至った。柳川浦村の北隣では、文字町が、鉄道敷設や実行機に、内外中継貿易港として発展し、1899年に、市政施行して、文字市となった。一方、 柳川浦村では、1903年に、鈴木商店の金子直吉が、大里製党所を開業し、1907年、これを大日本製党に売却し、ようやく工場進出が始まろうとしていた。1908年、柳川浦村に調整が施行され、大里町となった。なお、同年、柳川浦駅も、正式に、大里駅と解消された。当初、 大佐と町長は無給の名誉職であったが、調整が乱れ、調整施行後10年間で町長が職務代理者を含めて6人も変わった。一町長は公文書偽造犯として一町長は収賄罪として、極に下るなど、調整全く敏乱して知籍のぼらず施設の見るべき、ものなく全くの暗黒時代であった。文字新法1909年頃、文字氏との合併の声も上がったが、 立ち消えとなった。1913年2月、初の悠久の町長として、柳原安太郎が就任し、調整は回復に向かった。大里に開業した帝国ビールの建物。1910年には大里製粉所。1913年には帝国ビール。1914年には大里主製製造所。国鉄線路の海側は民家や自社を除いて、 ほとんどが鈴木商店の工場で占められ、大里は鈴木王国と言われた。一方、国鉄線路の東側は、田畑ばかりで、住宅はまばらであった。大里町と文字市との経済的、人的交流が進むにつれ、合併の機運が高まり、1921年、文字市会から10名、大里町会からも町会議員10名が合併調査員として嘱託された。 1922年3月、大里町は合併にあたっての条件を文字市に提出し、文字市は同年4月に回答案を示した。大里町は同年5月、改めて条件を提出し、文字市側の承認を得た。同年5月18日、文字市会と大里町会で、大里町の地域全部を文字市に編入する、旨の議案を可決した。内務省の承認、 知事の許可告示を経て、1923年2月1日、大里町の文字紙編入が完了した。合併時の協定に基づき、旧大里町には、文字紙役所大里出張所が置かれた。ありがとうございます。